イエンス・レーマンは、西ドイツ・ノルト・ベスト・ファーレンシューエッセン出身の元サッカー選手。現サッカー指導者。ドイツ代表でもあった。現役時代のポジションは GK。1988年に、シャルケ・レイオンでキャリアをスタート。チームの守護神として君臨し、1996から97シーズンに UEFA カップで優勝した。 マンを持たして1997年にイタリアの AC ミランへ移籍するが、セバスティアーノ・ロッシの壁は高く、1年でドイツへ復帰。復帰先は以前所属したシャルケレイオンの最大のライバルである、ボルシアドルトムントだったためサポーターから反感を買うが、ゴールマウスを守り続け、体裁を保った。2002年には、 日韓 W 杯ドイツ代表に選出されるが、オリバー・カーンの控えで試合に出場することはできず、チームも決勝でブラジルに敗れて準優勝だった。以後、カーンの不調もあって代表に招集されるたびに絶戦を繰り広げていた。2007年のレーマン2003年にアーセナル FC へ移籍。イングランド代表制 GK だったデビッド・シーマンの後継者として、 ゴールマウスを守り続けた。2005から06シーズンはチャンピオンズリーグで出場したグループステージ1試合と準決勝までのノックアウトステージ6試合をいずれも完封し、他にも公式戦10試合連続無失点を記録するなど好調を維持していたが、FC バルセロナとのチャンピオンズリーグ決勝戦では前半18分に サミュエル・エトウの足にペナルティエリア外で手で引っ掛け、レッドカードをもらい退場。たが、エトウが倒れた後のこぼれ球を、リュードビク・ジュリがシュートして、ゴールネットを揺らしており、後に主審が、ゴールを認めて、イエローカードを提示した方が良かったとの趣旨を発言し、物議を加納した。結果としては、バルセロナの先制ゴールは取り消しになり、逆に前半35分に、 カルレスプジョルによって倒されたエマヌエル・エブエに対する微妙な判定によって得られたティエリアンリのフリーキックをソル・キャンベルが頭で合わせてアーセナルが先制した。現在でもバルセロナとアーセナル双方がこれらの判定に賛否両論である。その後、アーセナルは後半に2得点を奪われ逆転負けし準優勝に終わった。だが、 この活躍が評価され、ライバルのカンを抑えて、自国開催の 2006FIFA ワールドカップの代表政治位に指名された。準々決勝アルゼンチン戦の PK 戦では、PK2 本を止め、チームの準決勝進出に貢献したが、準決勝イタリア戦では逆に延長戦後半で2点を奪われ、2大会連続の決勝進出はならなかった。ポルトガルとの3位決定戦には、 勝利したが、この試合ではカーンが起用されたため、出場機会はなかった。2006年8月24日に受賞式が行われた2006年度、MTV ムービーアワーズにおいて見事 GK 部門で受賞を果たした。他の受賞者は、カルレス、プジョル、デコ、サミュエル・エトーロナウジーニョと、全員2006年の UEFA チャンピオンズリーグ。 優勝チームのバルセロナの選手であり、唯一レーマンだけが、バルセロナの選手以外から選出された。ドイツ W 杯の準々決勝で、PK 戦に GK コーチのアンドレアス・ケプケが書いた、アルゼンチン選手のシュートをする時の癖が書いてあった、メモを、ストッキングの中に隠しており、キッカーが変わるたびに参照していた。後に、このメモは1億5000万円の値がついた。 また、3位決定戦後の表彰式では、今まで、ライバル関係にあったカーンと抱擁するシーンが見られ、今大会の印象的なシーンの一つとなった。2007年になると、ミスが増えたためマヌエル・アルムニアにレギュラーを奪われ、出場機会が減少。2008年6月2日に、VFB ・シュトゥットガルトへ移籍。移籍金なしの1年契約で6シーズンぶりの、 母国復帰を果たした。2009年12月9日、UEFA チャンピオンズリーグ1次リーグのタイウニラやウルジチェ日戦において、試合中に緊張のあまり尿意を催したレーマンが、突如ピッチ外に飛び出し広告看板の陰で、こっそり放尿する陳事が発生した。幸いにして、審判に気づかれず、非親子的な行為に対する警告は与えられなかった。 2010年3月30日、2009から10、シーズン限りでの引退を、シュトゥットガルトの公式サイトで発表を。シーズン終了を持っていったのは、現役引退した。2011年3月16日、ゴールキーパーに怪我人が続出する緊急事態に、陥っていた古巣のアーセナルがレーマンに目をつけ、獲得を打診。レーマンはこれを承諾し、9ヶ月ぶりに、 現役復帰した。4月10日のブラックプール FC 戦で、久々の出場を果たすと、3から1での勝利に貢献した。2017年7月、フルスアーセナルのアシスタントコーチに就任することが発表された。2018年6月、ベンゲルの退任により就任した、新監督、ウナイエメリの構想には含まれず、わずか1年でアシスタントコーチを退任した。 2019年1月 FC アウクスブルクのアシュスタントコーチに就任した。ありがとうございます。